はりま横田駅は、兵庫県加西市西横田町あざ、下下下にある、北条鉄道北条線の駅。道線では唯一、国鉄になってから設置された駅である。北条高校、はりま農業高校の最寄り駅。ボランティア駅長により、小さな図書館が駅舎内に開設されている。また、毎月第2、第4日曜日に、フレーム画を描く活動がある。不定期で、 コントラバス演奏会も開催される。北条線を建設した私鉄の晩秋鉄道の時代には、この付近には横田村停留場が開設されていた。1916年6月3日に開設され、町駅との間は1.0マイル、北条町駅との間は1.4マイルとされていた。1921年5月9日に営業が休止され、 1934年4月5日付で廃止となって国鉄には継承されなかった。日本国有鉄道時代の1961年10月1日に鉄道管理局で設定する横田仮乗降場として再び設置され12月20日に正式に針馬横田駅となった。1985年4月1日に第三セクターの北上鉄道に転換され、この際に 工場町駅との間の営業キロが 2.4km から 2.3km に改めキロされた。トイレが老朽化し、使いづらい状況であったため、2013年6月にトイレの建て替え工事に着手し、9月20日に推薦用式トイレが完成した。駅舎についても、神戸市内の女性からの寄付により2014年7月に新築工事が開始され、 10月末に完成して11月3日に完成記念式典が開催された短式ホーム一面一線を有する地上駅である駅舎は鉄筋コンクリート一部木造の平屋建て幅7.2メートル奥行き5.5メートルで駅舎内は寄付者の絵画を展示したギャラリーともなっている駅舎設置以前の張馬横田駅駅舎壁面ホームの 様子に2020年9月1日ダイ夜改正より、従来より、朝3往復、夕方に往復増便の22往復となっている。以下に、発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。田畑が多い。ありがとうございます。